今日はですね、まあ、ちょっと絵を見て話そうっていうところで2種類用意してます。で、はい、前半1つ目は間違い探しをします。間違い探しっていうのは、2枚の同じような写真が並べられています。両方見比べて違うところを見つけてください。間違い探しは言葉で見つけたものを説明していただくので、もしかしたら名前がわからなかったり、うん、ちょっと正しい日本語が違ったりすると、その都度アドバイスします。はい、ではちょっと練習でね、簡単なものから始めますので、一度見てみてください。このお料理何かわかりますか？これは天ぷらですね。そうです。今右と左の絵の中に3つの違いがあります。見つけていただきます。で、見つけたら説明をしてください。じゃあ今の日本語の答えを言いますね。はい。このお皿の左側の野菜はレンコンと言います。レンコンは穴がたくさん開いていますね。はいはい、はい、今おっしゃられた通り、左のレンコンには真ん中に穴が開いていません。左のレンコンの穴は7つですが、右のレンコンの穴は8つありますっていうのが、まあ綺麗な文章かなと思います。さあ、今1つ終わりました。2つ目、左のかぼちゃの天ぷらの衣は少し多いですとか、真ん中に衣がありますとか、そういう言い方がいいと思います。右側のかぼちゃの天ぷらには真ん中に衣がありませんとか、そういう言い方がいいと思います。はい、難しいですね。最後、さあどこでしょう。つゆの量を見てください。量ですか。量ですか。はい。はい。左の天ぷらのつゆと右の天ぷらのつゆを比べると、右の方が少ないです。